はい、どうも、ラギです。本日は、みんなが目隠しして戦うスプラトゥーン3をやっていきたいと思います。まあ、この企画ね、ちょこちょこやってるんですけど、目隠し、すごいよ。マジで見てないのに、敵倒したり、塗ったりして、あと壁打っちゃったり、なんか可愛いイカちゃんたちがいっぱい見れるので、本日は、目隠しバトルをやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。佐藤マーケット縄張りバトルです。で、今回はですね、観戦モードで、みんなが目隠ししているところを、見て、いきたいと思います。よろしくお願いします。ってことで、今回ですね、参加していただいた、うなちゃんフレンズたち、うなちゃんフレンズたちと、ひでおさんですね。あと、ひでおさんも、ローラーでコロコロしてます。みんな一応目隠ししてるから、どこをどう見てるのかわかんない。この壁にぶつかっちゃってる子もいるし、今、落ちちゃった子もいるね。いろんなことしてる。あ、ローラーコロコロは、いいね。下向きながらやれてますね。あ、壁だよ、そこ壁だよ。大丈夫？でも壁ぶつかってるからね。一人ずつ見てか。あ、もう、隅っこ暮らししてるわ。この子は隅っこ暮らしです。ひでおさんだ。ひでおさんすごい。ひでおさん散歩してる。あ、あ、いけるいける。あ、失礼した。いいぞいいぞ。いける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 。ちょ、やばすぎて。頑張ってる。で、ちょうどうまいこと。あ、すごい。すごい。ひでおさん。やるじゃん。どんどん見ていきましょう。若葉の子は、視点を振って、誰かに当たるかな、みたいな。違うな。壁、やっぱ壁みんな打っちゃってるな。あ、戦うか。今、真上に敵がいる。どうなる大丈夫か。バリアを使っていく、ナイス。しかし、そこは壁だ。そこは壁なんだ。あ、もうお風呂はね、ずっとね、ここからね、動きませんね。ずっとお風呂の玉、跳ね返ってますね。みんな壁打ってる。みんな壁打ってるよ。さあ、上から見ていきましょう。縄張りバトル的には、まあ、どっちも同じぐらいなんじゃないかな。どっちも濡れてるね。あ、すごい。あ、どうしたひでこさん倒してる。素晴らしいですね。そのまま当たるか。あ、一発当たった。え？あ、インクなくなってる。早く動かないと、タコちゃん早く動かないと。今の、早く動かないと、ねえ。あそこでインク回復しました。あ、なんか通行人がいる。あ、倒した。すごーい。倒した。さあ、ヒロさん見ていきましょう。ヒロさん頑張れ。ヒロさんずっとコロコロしてる。インクなくなりそうだね。なんか平和だ。この周りだけ平和だ。インクなくなっちゃった。頑張れみんな。バシャバシャして。やっぱ、ローラーが敵を倒しやすかったりするのかな。さあ、上見ていくと、ひでおさん誰か倒した。すごい。あ、インクなくなってる。大丈夫か。やばいぞ、目の前に人いっぱいいる。大丈夫。あ、避けてる。ダメだ。やられちゃった。どっち勝ったかな。わからんぞ。あ、でも、ちょっと青か。赤チームの勝ち。赤チームの勝ちです。おめでとうございます。エリオさんチームだったんだ。すごい、縄張りだ。はい、マッチングしました。本日のステージ、マヒマヒリゾート&スパ縄張りバトルということで、ちょっと水に落ちるのが怖いんじゃないかなと、やりづらいんじゃないかな、みんな。さあ、頑張ってください。ラクトがいるね。珍しいですね。やっぱ縄張りバトルだからラクトを使ってるんでしょうか。ラクトで塗って、いってますね。いいぞ。あ、誰か水に落ちた。すでに水に落ちた者がいる。大丈夫か、水。いや、目の前水あるぞ。怖い。ひでさんも落ちてる。うわ、あ、すごい。音で判断したのかな、今。ピンク回、ボムを投げようとして頑張っております。もうみんなどんどん落ちてるぞ。ひでさんも、頑張れ。ひでさんも、水あるよ、そこ水ある。
まいこと、うまいこと、いいぞいいぞ、道を確認しながら行ってますね。水に落ちてるみんな。すごいこれ。水落ちるか、大丈夫か。大丈夫かこれ。怖い。これ怖いね。食べた食べた、どんどん、待って、みんなどんどんやられてる。上から見たら面白いな。あ、ヒレオさんが敵陣地侵入しに行きましたね。大丈夫。大丈夫。外水、外水、頑張れ。頑張れ頑張れ頑張れ。あ、ダイブダイブ、ついに見れました。ダイブがついに見れました。道頑張ってるね。危ない、道を踏み外してたら死んでしまう。このだってヒレオさんすごい、ヒレオさん、すごい、ワイプアウト、ワイプアウト、ここでクルクルしてるだけじゃん。ヒレオさんなんかもどこに自分がいるのか分かってるのかな。くるくるしてれば倒せると思ってずっと同じとこでくるくるしてる。なにこれ、なにって、あ、来てる、向こうから、向こうから吸い込まれてる。ヒレオさんのぐるぐるに吸い込まれてる。なにこれ、なにそれ、めっちゃキルしてるじゃん。あ、また来てる、また吸い込まれてってる。向こうから、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 ヒレオさん、ヒレオさんやられていく。すごいな、このシーン。すごいよ。見どころがありましたね。大丈夫か？ダイブ。他にもいっぱい見ていきたい。いろんな子を見ていきたい。さあ、道が、あ、そう行く？斜め上の回答。今なんか自分から落ちてった。斜めに。斜めに自分から。さあ、どうするか？コブ投げて。なんか、落ちていく人見た。大丈夫かな、この。あ、落ちちゃった。あ、そこ水で。うまいうまい。すごい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 。さあ、頑張れ頑張れ。みんな戦ってる。うまい、塗ってる、ちゃんと塗ってる。落ちちゃう、落ちちゃう、上落ちちゃう。みんな落ちてる、みんな落ちてる。どこ見ればいいの俺は。もうヒデさんまたぐるぐるしてるんかい。見てるの面白いな、完全で。ただ全然縄張り的には。青ですね。めっちゃいい戦いしてるんだよ、さっきから。やっぱ、お互い見えない分、塗る場所がね、負けらないからね。面白かった、マヒマヒ。はい、ということで、コンブトラックの、今回はガチホコバトルで、ホコをね、目隠しでやるという、ちょっとね、試してみようかなと思います。ちょっと別のね、日に企画で撮りたいなと思ったんですけど、ちょっとお試しって感じかな？どういう感じか。ガチホコ。まずね、保護を取りに行かなきゃいけないんですよ。誰が近づけるかっていう。あ、ヒレオさんが、ヒレオさんが言ったスルーだな、スルーだ。スルーでした。スルーして、あ、やばい、いけるか。惜しいぞ。音聞いてやってますね、これ完全に。保護一番近いのは誰だ？ピちゃんだね、ピちゃん。ピちゃん頑張ってる。お風呂溜まってるよ。大丈夫。ヒレオさん、横にいた、危ない。誰もでも、ホコを攻撃してるわけではないんですね。誰もホコの近くがいいかな。あ、ヒロさんすごい。なんか倒してるバリアと一緒に。すごいすごいすごい。あ、すごいすごいすごい。何やってんの俺。でもバリアが、あははは、すげえ !3 枚抜きした。ぐるぐるだけで。ぐるぐるだけで倒してる。さあ、真ん中。ホコ全然誰も持たないぞ。持ったら勝ちなんじゃないか、これもう。見えてるのか、みんな。もう見えてないよな。目隠したもんな。わ、すごい、いろんなところでスペシャルと人が、あー、誰も、これ取ったら勝ちじゃない、これもう取ったら勝ちにする。ほぼ取ったら勝ちなんじゃないか。いいぞいいぞ、いいな、新しい企画は取ったら勝ちだ。今度それで動画作れる。さあ、頑張ってください。皆さん、誰もほぼの周りにはいませんよ。あ、パンダちゃんが来ましたね。あ、パンダちゃん、パンダちゃん撃ってる撃ってる、すごいすごいすごい、撃って、あ、でも離れちゃった離れちゃった離れちゃった、人だと思ったのかな、ホコのこと。あ、ゴちゃん、ゴちゃんが今度近いぞ。いけるか、ただローラーで割るのちょっと大変そうだ。いけるか、いけるいける、イング、イングないぞイングないぞ、やったり逃げちゃった。あ、パンダちゃんパンダちゃんパンダちゃん、パンダちゃん戦ってる、ホコと
マネージャー矛と戦ってる。あ、挟まれ、挟まれ。あ、危ない危ない。取れるか、取れるか、取ったのか、取ったら勝ちにしよう。取ったら勝ちだ、取ったら勝ちだ、取ったら勝ち。パンダ、パンダ止まってる、止まってる。あ、死んだと思ったのか、自分が矛割って、矛割って死んだと思ったんだ。と、誰が取るか、誰が取る、この矛、誰が取る。矛取ったら勝ちだ、もう今回矛取ったら勝ち。誰が取る、一番近いのは誰だろう。秀夫さんがちょっとなんか近い気がするな。いけるか、いいか、回復して移動し、あ、取れるか、くるくるして 近づいてる。秀夫さん取れるのか、目の前の矛。あー、離れちゃう、離れちゃった。あ、今度またパンダが戻ってきた、パンダが戻ってきた。あ、惜しい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 。お、すごい、ゴちゃん倒した。パンダ倒した。さあどうなる、虎が来たぞ、虎が、虎が来た。誰が取るんだこの真ん中。こんな方向取られないことある。ヒレオさん、ヒレオさんいけ、ヒレオさんいけ、ヒレオさんいけ。そのままチャンス、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、あと、取った。取った、ヒレオさん勝ち、ヒレオさん方向取った。今回こんな感じでやったんですけど、今度目隠しガチ方向取ったら勝ちバトルもね、やっていきたいと思います。以上、目隠しバトルでした。ありがとうございました。